送ってくれてありがとう。いえいえ、次はないが車だしね。はい、どこ行く？とりあえずガソリン代5000円消費したから3000円払って。私の方が多めなのね。俺運転手、ここ大事。そこも精算されてるんだね。あと今日のご飯代もいつも通り割り勘でね。3200円だけど1500円でいいよ。はい、ねえ、割り勘はいいけど、次からその場で私分払うよ。後からこうやって精算して払って言われるのちょっとやだ、気持ち的に。いいけど周りがいないとこでね。そうだね、周りからは彼女におごる彼氏って見られたいもんね。そうじゃないけど、逆に彼氏にお金を出す彼女って見られたくないでしょ。どっちかといえば真由のために後から精算してるんだよ。絶対嘘じゃん、都合いい言い訳でしょ。そんなわけない、真由だって周りにいい彼氏だなって思われたいでしょ。表面だけ取り繕ってもって感じです。バリカンに文句は言わないけど、そのずるいところは嫌だ。じゃあ俺が全部お金出しておごれって？遠回しにずるい女だ。なんでそうなるの？割り勘は変わらないよ、嫌なら全部出して。なんかもうめんどくさい、次のデートは私が全部出すよ。あざーす。くさ、次が最後のデートで。おい、なんだどうした、なんで最後？え？うるせえ、もうこれに疲れた。デート後の精算とか、地味に私に多く払わせてることとか、何もかも絶対平等じゃないといけないみたいなのが疲れた。いや、平等は平等でいいけどずるいんだよね。平等の中でも自分が得するようにするのがちょっとイライラしてた。わかった、直すからごめんね。しっかり1円の誤差なく平等にしよう。絶対自分は損しないようにするね。たまには男らしくご飯おごってくれてもな。まあいいよ。いや、そう、なんでもない、忘れて。大した私がいけないわこれ。なんだよその言い方、気分悪いんだが。喧嘩売ってる？買うなら割り勘だよ。ふざけてる？どうやって割り勘するんだよ、バカなの。結局俺に何を求めてる？金を出せって言ってる？だからもういいよ、性格の問題だと思うから。逆に俺に損をさせてそっちは心痛くないの？そっくりそのままその言葉をお返しします。心は痛くなかったですか？心は痛かったけど、真由のためだから心を鬼にしてた。私のために私が多くお金払うのって何の得が私にあるの？私のためになってるとこ一つもない。お金はちょっと負担してるかもしれないけど、周りにはいい彼氏だなって思われてるよ。私には思われてないけど。思ってないの？思わないだろ、この状況で。ああ、私の彼氏っていい男だなって思う、このやりとりで。は、俺はナユがナユの周りからいい彼氏と付き合ってるって思われて欲しかったから、俺なりに考えて。結果イラつかせてますけど。ごめんね、考え方変えた方がいい？変えた方がいいのか別れた方がいいのか、そこの価値観合ってないと思うからうまくいかないと思う。お金のことだけでしょ、嫌だって思ってるところ。基本的にずるい人間だよね。お金のことだけじゃなくて嘘もつくし。嘘？俺が？いつ？男友達だけで遊ぶとか言って女の子もいたじゃん。それは友達がいきなり女の子呼んだから。頼んでないけど女の子の連絡先全部消したとか言ってて、結局消してなかったじゃん。あれは消した後に勝手に増えちゃったんだよ、俺の意思で増やしたわけじゃないよ。じゃあなんで元カノの連絡先まだ持ってるの？他はいいけど元カノは消してって言ったよね。それはほら、ないに嫉妬して何かしてきたら困るからさ、連絡先は一応持っておかないと。インスタもどんどん女の子のフォロー増えてるよね。それは情報収集だよ。今思うと最低な男と付き合ってたんだね。好きって怖いね、こんなのもおかしいなんて思えないなんて。今なら思う、なんかごめん、今すごく別れたくなった。ナユが嫌なところ全部直すからごめんね。うん、いきなりはかわいそうだから私もちゃんと考えるよ。だから少し距離置こう、1ヶ月くらい。やだ長い、そんなに待てない。エータのために言ったんだけどな。それなら分かったよ、今までありがとう、さよなら。ごめん、じゃあ1日だけ待つ。